バカリンゴはバノーラでしか育たない。なんでまた？バノーラの土壌に原因があるらしい。ジェネシスはいつもバカリンゴを持ち歩いてた。なんで気づかなかったんだ？ずいぶん変わったもんだ。クラウドを頼んでいいか？ああ。なんだ？降りたら戻れそうにないな。こんなのあったっけ？どこへ続いているんだ？バノーラホワイトジュース、全国農産物コンテスト加工品の部最優秀賞。へえ、すごいな。このジュースを考えたのはバノーラ村のジェネシス少年。はあ、すげえすげえ。ジェネシス少年のコメント、とても嬉しいです。でもジュースだけではなく、そのまま食べても美味しいんです。両親と一緒に英雄セフィロスにリンゴをご馳走するのが僕の夢です。ジェネシス。俺にできることはあるのか？
邪魔すな。何かの端末か？台座には7つのくぼみ。このくぼみに女神のマテリアってのをセットすればあの扉が開く。そんな感じか。エレベーターは来ていないのか？
Activating combat mode.復讐に取り憑かれたる我が魂、苦悩の末にたどり着きたる願望は我が救済と遅かったな。またラブレスか。お前はアンジールの思いを継承し、セフィロスの一部をその身に受け継ぐ。親友の再会が果たされたというわけだ。これでラブレスが再現された。違う、目を覚ませジェニシス。獣たちの戦いが世に終わりをもたらすとき、俺はあんたを救いに来た。暗き空より女神が舞い降りる。
光と闇の翼を広げ、至福へと導く贈り物とともに。なんだよそれ。女神の贈り物、バノーラの自然が生んだ神秘だ。贈り物は細胞じゃなかったのかよ。解釈はいくらでも可能だ。わかんねえよ。思いを巡らせること自体もまた贈り物。みんな星に帰るのさ。もちろんお前も。今や俺は星の加護を受ける。剣使わないとまずいんじゃないの。この剣は重くて使いにくいんだ。ちっ、じゃあ軽いの持ってこいよな。後悔すんなよ。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。Thank you.
を出せ。これならどうだ。俺はこれからミッドガルに戻るけど。そう、私たちはこの騒ぎの後始末を。ザックス、休暇のことなんだけど、私、本当は。気にすんなって、昔のことはもう忘れた。行くぜ、とっておき。ザックスなら勝てる。
復讐に取り憑かれたる我が魂、苦悩の末にたどり着きたる願望は我が救済と君の安らかなる眠り。もしかしてあんたは最初から戦え、ソルジャークラスファースト、ザックス。どいつもこいつも俺に押し付けやがって。飯でもどうだ。残念、たった今任務が入ったところよ。そうか、俺が上に掛け合ってみようか。やめた方がいいわ、タークスの主任は怖いわよ。全てを道連れに。
シンナが来た。喋んなくていいよ。あいつが一緒に戦ってくれた。お前、統括。ありがとう。よし、一緒に食おう。本物じゃなくて悪いけどな。うまいか。あ、女神の贈り物か。このリンゴが？夢が叶った。元気ですか？どこにいますか？あれから4年です。そしてこの手紙は89通目。でももう出す当てがありません。最後の手紙はあなたに届きますように。ザックス、お花は売れ行き好調です。みんな笑顔になります。ザックスのおかげだね、エアリス。読めって、最後ってなんだよ。エアリス、待ってるよ。お前も絶対生きろよ。僕たちを出すなんて、よほど重要な任務なんでしょうね。我らの兄となる存在らしい。そうですか。ただ、
彼は果たして受け入れるのか。約束のない明日であろうと、君の立つ場所に必ず舞い戻ろう。星の希望の雫となりて、地の果て、空の彼方、遥かなる水面、密かなる逃げとなろう。シスネ、軍も動き出した。奴らよりも先に確保しろ。分かってるわ。軍は加減を知らないもの。生きたままだ。必ずだ。お前がザックスの命を救うんだ。もちろん。私の本当の名前まだ教えてないよ。彼ら、頼む。手紙を渡したいんだ。88通になる。冗談だよ。お前を放り出したりはしないよ。友達だろ。こんな荒野でたった二人ぽっちを見つけるなんて不可能だぞと。あらゆる任務を遂行するのがダークスだぞと。それに孫さんは渡すものがあるらしい。ターゲットに不良郵便や一年越しの仕事だぞと。全然だぞと。そっちは。これからポイント2つ使うわ。0、10ポイント1つ黙れ。了解。急ぐぞと。自由の代償は高いぜ。
夢を抱きしめろ。そしてどんな時でもソルジャーの誇りは手放すな。いらっしゃいませ。アクティベイティングコンバットモード。Activating combat mode.待ってる。
ザックス。俺の分まで。あんたの分。それ。お前が。お前が。生きる。お前が俺の生きた証。俺の誇りや夢、全部やる。俺がお前の生きた証。夢を持て。英雄になりたければ夢を持つんだ。ありがとう。忘れた。
当たり前の空が怖いと言ってたんだ。やっぱり気持ちよさそうだね。その翼俺にもくれよ。エアリスに会ったらよろしくね。なあ、俺英雄になれたかな。
Thank you.